皆様こんにちは、愛です。本日はセフォラでお買い物した商品が届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。ビログで、ね、お話ししたかなと思うんですけれども、3月ですね、私お誕生月なので、セフォラで毎年ねお誕生日プレゼントいただけるんですけれども、店舗でもらえるものとオンライン限定でもらえるものっていうのがありまして、コミックが来ましたけれども、お父さんの監視員をしておりましたが出てきましたね。セフォラのメンバーですね、3つのランクに分かれていて、今私真ん中のランクなんですけど、真ん中のねランクは1年通してセールの時にちょこちょこっとお買い物するだけで簡単にねなれるぐらいのランクなんですが、まあ一番上のねランクはね、それなりにセフォラでお買い物されている方かなと思うんですが、オンラインでいただけるものは真ん中と一番上のランクのみの方がいただけるっていうねものなんですけれども、店舗でもいただけるミルクのチークとマスカラと何かスキンケアだったかなのキットとかなり悩んだんですが、今回はですねオンライン限定でいただけるお誕生日プレゼントにしようと決めまして、今回ですねお買い物をいたしました。お買い物したものの数はそこまで多くないかなと思うんですけれども、そういただき物だったりとかおまけですねがちょこちょこありますので、1点ずつご紹介していきたいと思います。それではまずですね、最初にお話しいたしましたので、今年のですね私が選んだセフォラのお誕生日プレゼントからご紹介したいと思うんですが、こちらになります。ジョン・マローンのフレグランスですね。香りはね大人気のウッドセージ&シーソルトになります。これはコロンかな、かなりね立派な箱に入っておりまして、このセフォラのねお誕生日プレゼントだなっていうのが分かるね、ドットの箱でね届いてね確認した時にかなりしっかりしてるなと思ったんですが、箱を開けるとまた箱が入っていて、サイズ的には9ミリのものなんですけども、こんな感じでね入っておりまして、フルサイズ小さくしたボトルとなっております。ジョン・マローンのねウッドセージ&シーソルト、私前から欲しくて、このオンラインでいただけるお誕生日プレゼントはちょこちょこ変わるんですけど、今ねナーズのブラッシュとクレヨンリップのセットになってると思うんですが、ちょうどね3月入ったあたりかな、これですよっていうねメールが来まして、おーと思って、それまではねミルクのねものを今年はいただこうと思ってたんですけど、これならこっちにしたいなと思ってこれを選びました。香りを確認するだけなのでここでつけたんですが、爽やかないい香りがする。そう、春夏にね爽やかな香り使いたいなと思って、今私デイリーでベレダのポメグラネートのフレグランスを使ってるんですけど、それがでもあとちょっとで、普段ねパッとつける爽やかな香りがもうそろそろなくなりそうなので欲しいなと思っていたから、ちょうど良かったなと思っておりまして、爽やかだけど女性らしい柔らかな感じの香りがして、もちろんユニセックスな男女兼用で使える香りかなと思うんですが、すごく柔らかで角がないっていうのかな、万人受けするいい香りですね。まあこれで使われてる方も多いかな、人気の香りだと思いますが、私もですね使っていきたいと思います。それではね、まずは購入したものからご紹介していこうかなと思います。今回ですね、スキンケアとお化粧品購入してるんですけれども、まずはスキンケアからご紹介しようかなと思います。まず一つ目、こちらになります。The Ordinary のバイタミン C サスペンション 30% インシリコンですね。30% だけ日本語になったけど。こちらですね、昨年のね、クリスマスにお父さんにね、プレゼントの一つとしてあげたものなんですけれども、もうそろそろですね、これね、一つ使い切りそうということで、どうする？もう一つ使ってみる？ってお父さんに聞きましたら、ちょっと続けてみようかなということでですね、今回これもお父さんにプレゼントですね、あげようと思って購入いたしました。お父さん、老人性イボだと思うので、かなりね、ボコボコとイボ状にはなってるんだけど、カラーがね、だいぶ薄くなったなと思っておりまして、イボの黒いのが薄いね、灰色になってきて、メラノ CC 使い始めてから少し薄くなったなと思ったんですけど、これ使い始めてからさらに薄くなったなっていうのをね感じておりまして、まあボコボコはねやっぱりレーザーとかで取らない限りはなくならないかなと思うんですけれども、色が薄くなるだけでもね大きく目立たなくなってくるかなとも思うので、少しはいいんじゃないかなと思っておりまして、でこれシリコンが入っていて毛穴だったりとかその顔の凹凸を埋めてもくれるし、ちょっとサラッとするのかな、なの
のでこうフェイスラインとかで塗っておくとベタつかなくてねいいようなので、まあこちら2本目ですけれども、3本目4本目とねリピートしていくかなっていうのはね、お父さんにも聞いてみてたなとも言えないんですが、お父さんもう1本使ってみるっていうことは結構気に入ったんじゃないかなとも思っておりますが、どうなのかなと思うんですけれども、こちらですね、リピートでお父さんにプレゼント用に購入いたしました。そしてもう一つ同じく The Ordinary のものなんですけれども、こちらになります。 AHA30% プラス BHA2% のピーリングソリューションになります。これもかなり有名な商品かなぁと思うんですけれども、かなり衝撃的なカラーをしている塗るピーリングなんですけれども、わかりますか、こういう赤い血みどろピーリングっていうんですかね、こちらをですね購入していました。これお父さんと使ってみようかなと思いまして購入したんですけれども、っていうのも私もしかしたらこれ強すぎて使えないかもしれないなとちょっと思ってるんですけれども、お父さんいけるかなと思っておりまして、お父さんも時折ですねスクラブするんですけど、もう私もね週に 1,2 回必ずスクラブするんですが、ピーリングしたいなと思いまして、まあ、こちらですね適量を手に取って塗ってですね10分待って洗い流すっていうものなんですが、ちょっと10分待てるかな、かなりピリピリするとは聞いてるんですけれども、どうかななんては思っているんですが、ですが使ってみたくて試してみたくて、なのでね今回購入してみたんですけれども、これはねもう試すのすごく楽しみなんですが、もう塗った瞬間にマリーってなってバーって流しちゃうかもしれないんですが、ピーリングしてねドゥルッとね、そしてトーンアップねしてくれればいいなと思っておりまして、試してみようと思っております。今晩もしくは明日の夜、そしてお父さんがソファーで寝ずにですね一緒にお風呂に入ったら試してみようと思います。スキンケアはですね以上になりまして、お次ですねお化粧品になるんですけれども、まずでは一つ目こちらになります。こちらはキャットボンディの、こっちに書いてあるかな、アルケミストかな、アルケミストホログラフィックパレットになります。これはですねセール品で、もともとね30ドルとかだったかなと思うんだけど10ドルになっておりまして、結構長いことねセールのところに入っていたんですが、かなり安くなってるなと思って前から気になってて、今回欲しいものねパパッとねカートに入れたんですけど、ちょっとだけ送料まで足してなくて、こちらですね送料合わせって言い方はあんまし良くないと思うんですけども、まあその送料をフリーにするためにですね購入したんですが、外箱ね開けますと白で分かりづらいかもしれないですけど、このようなデザインとなっておりまして、 A ですね、アルケミストの A だと思うんですけれども、私は愛の A だということにしておりますが、こう開きますね、こう開きます。鏡がついておりまして、でこのようなですねプレストされたパウダーが入っております。これはですねまあいろいろニュアンスを変えてくれるっていうのかな、アイシャドウにもなるしハイライターにもなるし、まあリップにものせてもいいしっていうねものなんですけれども、これね単色でも売っております。単色1個確か10ドルとかで売ってたかなと思うんですけど、今もしかしたらセールに入ってるかなと思うんですが、もうちょっとお安くなって、なんでねこの4色入って10ドルってすごくお安いんですけれども、グリーン、ブルー、ウルトラバイオレット、ピンクのカラーが入っておりまして、一つずつね手の甲に乗せてみようと思いますが、あ結構しっかりカラー出るかも。今日ちなみにねブルーのハイライターしてて、このブルーのパウダーでもいいかも。手の甲に乗せてみましたが、こちらからグリーン、ブルー、ウルトラバイオレット、ピンクなんですけれども、角度によって白っぽく見えたりカラーがねしっかりと見えたりするかなと思うんですが、ピンクが分かりづらいかもしれないんですけれども、この辺に塗ったらピンク分かるかな。グリーンとブルーの上に塗ってみるけど、こんな感じ、ここに乗せたんですけど、ピンクはすごく肌に馴染みやすいのかな、なのでカラーがすごく目立たないかもしれないんですが、グリーン、ブルー、バイオレットは、まあ、ピンクも分かりますね、しっかりと一色ずつですねカラー出てくれてるかなと思うんですけれども、いろんな使い方がねできるので、もちろんアイシャドウとしても使っていいと思うし、アイシャドウトッパーとしても使ってもいいかなと思うし、ハイライトとして使ってもいいかなと思うし、私あんまりパウダーのプロダクトね唇のせると乾燥してしまうのでやらないんですけれども、まあちょっとマットのものを塗ってポンポンポンってした後にまた透明のグロスとかを塗って、ちょっとデュオクロームっぽくですね
角度によってカラーが変わるような使い方したらね、すっごく可愛いんじゃないかなと思いまして、ブルーのパウダー今ね唇の中央にのせてみたんだけど、わかるかな、ちょっとカラーが変わったの、紫っぽくなりましたね。あ、面白い。これはね、発売当初セフォラ行って触ってで、あ、可愛いなと思って、マルチに使えるけど、どうしようかなどうかななんて思っていたんですけれども、キャットボンディの商品ですね、いっぱいセールに入っておりまして、まあ多分ね、商品の入れ替えがあるんだと思うんですよね。なのでね、まあ送料も合わすことができたし、かなりお安くね、購入することもできたので、タイミング良かったなと思っておりまして、まあいろいろな使い方してね、楽しんでいきたいと思います。お次で購入したもの最後になるんですが、あ、お父さん出てきた。お父さんおトイレに行きましたけれども、こちらになります。インクレディブルのジャミーリップスチアラカリップティントになります。カラーはですね、フェンライフギブズユーフルーツかな、オレンジピーチセンティットって書いてありますね。オレンジピーチの香りがするようなんですが、これね、カラーはね、アプリコットカラーかな。あ、これはもしかしたら、一回出したら戻らない系だね。いっぱい出しちゃダメだ。回したらね、カチカチ言いますね。このようなカラーになります。手の甲に塗ってみるとこのようなカラーですね。アプリコットカラーですね。これから春夏に使いやすいパパッと塗れるリップ欲しいなと思ってね、こちら購入したんですけれども、わかるかな、先っぽのツヤ感が変わったの、とろっと溶けるね。名前にもジャミーってありましたけど、ジャムっぽい感じって言ったらいいのかな。ただちょっとここで塗ってる感じで言うと少しムラになるかな、どうだろう。あ、でもよくなじませれば大丈夫かな。で、香りはね、書いてあった通りオレンジピーチの香りですね。この他あとね3色あったかな、全部で4色だったかなと思うんですけれども、全部ねフルーツの香りがついていて、その他なんかプラムっぽいカラーとか、これはアプリコットですけどオレンジもあったし、あと赤っぽいカラーもあったかなと思うんですけれども、ちょっと塗ってみようかなと思うので、今塗ってるリップをオフしようと思いますが、ちょっとカラーが沈着してるからパウダーで押さえて塗ってみます。音、この音ですね。カチカチになりますが、出てきた音。何してんの？スピードスケートやんねんの？なんか飲むのかな？お水かな？いいよ。冷たいのと冷たくないのあるよ。いいよ。炭酸水飲みたいし。映ってるよ。スピードスケートしたら。どうぞ、用意スタート。にぎやかしが入ってまいりました。フォーミックとサンチも急に興奮し始めたけど、塗ります。ちょっとパウダーを肌だけでめっちゃガサガサになった。もっとスル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 私塗れるのかと思ったんですけど、結構引っかかるまではいかないんですけど、テクスチャー自体が重いのかな、溶けるように塗り広がってはいくんだけど、想像していた質感とはちょっと違うかな。うん、結構もったり重くて、しっかりと厚みがあるっていうのを感じる。まあ、ですが私の感覚だとベタついてはない。結構ンパッパしてもくっついてくる感じはないかな。基本しっとりしてるグロス系のものを私塗るので、グロスよりは粘度がないですね。先ほども少し申し上げましたが、ちょっとムラになるって言ってたと思うんですけど、よくこうやってムーってなじませたらムラはなくなるんですけど、これを一塗りだとちょっとムラにはなるかな。オレンジピーチの香りが口にのせるとプラムみたいな梅っぽいようなね香りにも感じて、すごいね美味しいね香りがしますね。私梅干しがとにかく大好きなので、好きな食べ物なんですかって聞かれたら梅干し、そしてアイスクリームって答えるぐらい梅干し好きなので、まあ鏡見ないで7点塗って終わりっていう感じにはねできなさそうな感じはあるんだけど、塗った感じすごく好きだなと思います。塗ってみまして、このようなカラーです。これからの季節にぴったりなね、すごく元気を出るカラーかなと思います。可愛いですよね。ちょっと赤みのあるオレンジっていうのかな。まあね、このテクスチャーでお分かりいただけるかなと思うんですけども、かなりしっとりしていて、唇をしっかりコーティングしてくれておりまして、塗り心地もね、すごく好きだし、しっかり保湿されてるのでね、皮むけとか唇荒れてくることもないんじゃないかなと思いまして、このツヤっとウルッと感もいいなと思います。グロスのようなリップスティック
ティックっていうよりかはグロスとリップスティックの間っていう感じ、微妙な表現かもしれないんですけれども、グロスのようなっていうほどジェルっぽい感じじゃないって言ったらいいのかな、程よいね固形を感じるって言ったらいいのかな、なんか変な表現なんですけど、塗った時に少しね塊でつくのがきっとそれを感じさせるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、このカチカチとね回して戻らなくなる仕様はきっとかなり溶けやすいフォーミュラーだと思うので、ノック式のこういうグロスっぽいリップスティックとかあると思うんですけれども、それとほぼほぼ同じなんだけど、それよりももうちょっと固形なんですよね。固形っていう言い方あれなのかな、なんて言ったらいいんだろうな、もちろん溶けるような感じなんですけども、そのジェルっぽい水っぽい感じではないっていうのかな、本当に間っていう感じなのでね、程よくリップスティックだっていうのを残してくれてっていうの、そういう感じがします。うん、カラーもね私のドンピシャのカラーで、香りも好きだし使用感も好きですね。まあもう少しグリグリっと塗って終わりっていうね感じを求めてはいたんですけれども、まあそことはちょっと違ったんだけど、唇しっかり保護してくれてる感じとかはねすごく好きなので、3月後半になってねまだね肌寒いんですけど、こちらですがね、きっとどんどん暖かくなってくれるだろうと思いますので、こういったカラーね大活躍するかなと思いますので使っていきたいと思います。そしてお後はですね、おまけでいただいたものなんですけれども、全部ね3つあるんだけど、フリーサンプル2つと、もう一つはクーポンコード入れていただけるスキンケアだったかな、いろいろなものがあって、最初違うものねカートに入れてたんですけど、アウトオブストックになったので、そのアウトオブストックになった商品と悩んだものをいただいたんですが、こちらになります。ダーマロジカのマルティバイタミンパワーリカバリーマスクになります。これは洗い流すマスクになるのかな、洗顔して顔と首目の周りだけは避けて塗って10分から15分置いて温かいお水で洗い流してくださいっていうものですね。週に1回からもしくは必要だと思った場合に使ってくださいっていうことかなと思うんですけれども、 10ml のねサンプルサイズですねいただきましたので、洗い流すマスクも入浴中にですね週 1、2回しているので、まあそちらに変えて当分こちらね使おうと思います。フリーサンプル2つはですね、こちらとこちらをいただいたんですけれども、私、セフラのサンプルはファンデーションできる限りいただきたいなと思っておりまして、今回ね、こちら、ファンデーション、アンカバーアップというですね、ファンデーションなんですけれども、こちらをね、いただきました。全部で16色展開で、そのうちの3色ですね、かなりね、自然な仕上がりになるのかなと思うんですが、指などでこう、つけて、カバレッジを増やしたいところには重ね付けしてくださいと書いてありますね。そしてこれね、ナチュラルなアイシャドウにもなるって書いてあって、暗いカラーを使うとね陰影が出てねアイシャドウっぽくもなるんでしょうね。面白いなと思っておりますので、いつか試したいと思います。そしてもう一つはこちらですね、タチャのバイオレットシーブライトニングセラムになります。ジャパニーズアンジェリカルーツバイタミン C、AHA などが入っておりまして、オールスキンタイプスに使えるものですね。これもねちょっと使ってみたいなってね前々から思っていたので、サンプルにあると思ってですね即カードに入れました。まあこれ1回分かなと思うので、旅行に持っていくにもねいいですしね、いつかね使いたいと思います。こちらゲットレディで使えては使いたいなと思いますし、まあこれはもしかしたら取っておかないかもしれないんですけれども、こちらはですね少し長く使えるのでね、使い切りなどでね感想をお話しできたらいいなと思っております。以上が今回私がセフォラでお買い物した商品となります。最初にもね申し上げましたが、今回のお買い物の目的はこちらのですねお誕生日プレゼントが欲しかったからということでですね、大していろいろ購入してはいないかなと思うんですが、まあ、ちょうどいいタイミングでねお父さんもこちらね使い切りそうだということでしたし、春夏使うようなねリップ欲しいなと思っておりまして、っていうのもセフォラ私がねお買い物する前にリップ
ップをかなりフューチャリングしておりまして、リップスティック、グロース、リップバームっていう3つのカテゴリーに分かれて、いろいろね、商品ピックアップしていて、新商品も出てて、その中から欲しいね、リップをね、バーっとね、カートに入れて、でね、その中から1本選んだんですけど、っていうのも、こういうカラーが欲しかったので、全部ピーチ、オレンジ系のカラーだったので、同じようなカラーね、何本も購入してもなと思って、最終的にこちらにしたんですが、カジャのね、リップもね、いいなと思って、面白いリップで、リップスティックの色が塗ると変わるんですよね。私そういうの好きだから、店舗行って触ってはね、あ、これいいななんて思っていたんですけども、あとね、パッド様の新しいね、リップグロスなのかな、カテゴリーとしては、リップラッカーかな、もういいななんて思って、まあいろいろね、悩んだんですが、今回はこちらにいたしましたが、これね、そんなにね、高価ではなくて、12ドル、3ドル、4ドルぐらいのものなんですけども、なので普段使いにもいいかなと思って、いろいろ考えて悩んで1本に絞りました。次のセフォラでのお買い物はきっとね、セールの時になるかなと思います。去年4月の終わりかな、5月頭かな、まあそのぐらいにね、セールでお買い物したと思うんですが、そのセールね、やるかな、どうかな、なんて思ってるんですけれども、まあそのセールがね、あれば、そのセールでちょっと欲しいものもまたありますので、お買い物しようかなと思っておりまして、その時お買い物しなかったらね、まあ夏のセールの時にお買い物しようかなと思っておりますので、またこれからですね、お買い物をするもの、アプリ、まあ毎晩チェックしてるんだけど、しながらですね、悩もうかなと思います。まあコスメはですね、常にね、新しいもの出てくるので、今ね、欲しいものをね、絞ってもね、また新しいものが欲しくなるかもしれないんですけれども、お買い物をしなくてもですね、このアプリをね、1日1回で夜寝る前に私チェックするんだけど、それだけでもね、すっごく楽しくてね、ワクワクするので、とにかくですね、次のセールがね、とても楽しみです。今回もですね、ゲットレディーを撮っておりまして、リップの色はね、違うんですけれども、前回セフォラの購入品でご紹介いたしました、ナターシャ・デノーナのですね、ミニイライラーパレットかな、を使って、で、このブルーがめっちゃ綺麗なんですけど、こちらのね、アイメイクをいたしまして。なのでね、わかるかな？このブルーが綺麗だから、ハイライターもね、ブルーを使ったんですけど、青く光ってるかな？そう。で、リップも、このパッド様のね、赤を塗ってみたんですけれども、先ほどもね、お父さんチラッと出てまいりましたけれども、ゲットレディーにもですね、チラッとね、お父さん登場しておりますので、まあ、ゲットレディーもですね、編集次第アップロードしようと思っておりますので、ご興味のある方、よろしければ、ゲットレディーもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。